よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、今日はね、2021年12月8日、19時47分です。帰りにね、これ買ってきました。わさび茶漬けとね、これ、そう。大洋茶ですね。こっちが長谷園で、こっちが伊藤園ですね。どっちも園がつきます。幼稚園とかね、保育園みたいな感じですね。そう、なんか岩間さんは確かなんだっけ、伊藤園を嫌ってたよね、そういえばね。はい。長谷園はどうなんですかね。まあ、多分岩間さん多分どの会社も嫌いだと思うけどね。はい。あ、岩間さんが好きなのは海味園ですね。俺様もこの前行ってきました。確かにね、チャーハン美味しかったですね。はい。この部分が地盤屋の色です。そう。明日の朝ね、オートミール茶漬けを食べようと思ってね。俺様がね、よく行ってる新宿2丁目のね、ゲーバーの、ショーゴママって人がね、なんかオートミールやって、だいぶ痩せたって言ってたからね、オートミールいいかなと思ってるんだけど、なかなかね、続かないんですね。あんまり美味しくないからね。で、そのね、ショーゴママがね、オートミール茶漬けをなんか食べてるみたいなことをなんか言ってたんで、ちょっと俺様も真似して、あ、なるほど、お茶漬けにすればいいのかと思ってね、まあ、ご飯代わりですよね。はい。で、これ買ってきました。これは明日の朝ね、オートミール茶漬けを作ります。オートミール自体はもうあるんで、食べかけなんですけど、これ入ってるんで、これ、まあ残りこれしかないから、これ全部入れて、オートミール茶漬けにするような感じですね。ネジ丸にこの花もボーボー燃やす。いやだね、おしっこの登る気でこんなもん捨てる。ひどいね、俺これ大事ですね、してるのに。ボーボー燃やす。いやだね。のボロキで大事にしてどうすんのこのバケ猫。ボロキで燃やす。やだにゃ。おしっこ色のボロキ。ひどいにゃ。ボーボーする。やだにゃ。そう。なんか長谷園が最近なんか YouTube で広告出してますよね。朝毛ドキドキ飯とかやつ。あれ、俺様は子供の頃ね、なんかテレビでやってたんですけどね。なんか懐かしいなと思ったんだけど、今でもずっとやってんのかな？うちテレビないしさ、もう何年もまともにテレビ見てないからさ、今どんな CM が流れてるか知らないけど、なんか YouTube であの CM が流れてきて、まあ多分 YouTube で流れてるってことはテレビにも今も流れてるんだろうね。復活したのか、ずっとね、30年ぐらい流したのか知らないけど、ね、なんかおじさんがひたすらお茶漬け食べて、なんか朝毛ドキドキ飯とかいうやつですね。はい。あれはなんか定期的に取り直してるのかずっとリサイクルしてるのかわかんないですけどね。なんかそれを思い出しますね。これなんかですね、夜間くんですね、夜間くん。目覚まし茶漬けって K ってあります。K ってありますね、岩間さんの真似です。これ太陽ボーボー、これ地盤屋の腹巻き燃やしたいです。これあれですね、こじこじに出てくる夜間くんみたいな感じですね。はい、ということでね、明日オートミール茶漬けを作ったミニ長谷のわさび茶漬けと伊藤園の応用茶を買ってきたっていう動画でした。はい。ジバニャン腹巻き燃やす。いやだね。ボーボーする。ひどいにゃん。それではさよなら。ボーボー。ジバニャンの腹巻きもボーボー。いやだにゃん。